今やっている企画が6段100回吹きチャレンジで、今日がですね、今回が31回目のチャレンジとなります。ちょっとずつっていうかね、1回ずつなんですけれども、確実に、増やしていっておりますので、この企画が最後までできるかどうか、ぜひ見届けていただけたら嬉しいです。私はもう絶対最後までやりきる。それは最初から言ってるんですけれども、何としてでも最後までやり遂げる。そのつもりでやっておりますので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。特にここで話すようなことじゃないんですけれども、ちょっとね、今日機嫌が若干良くて、今日7月の23日に今撮影してるんですけれども、ちょっとね、今日株の調子が若干良くて、もうすでに、ちょっと小遣いになるぐらいは稼げたので、ちょっとホクホクな感じになっております。本当にね、一つの銘柄を信じるっていうね、信じきる心が生んだ、ちょっとお小遣いだったので、少し嬉しかったですね。何を話しているのかわかんないですけれども、本当にね、自分を信じて演奏するっていうんですかね、自分の音楽を信じて演奏する、そういうのもやはり本番立つ時には絶対に必要な心構えになりますので、本当にね、株とかね、トレードっていうのはメンタルが大事ってすげえいろんな本に書かれているので、それも本当に鍛えたものをですね、こういう演奏の場でも活かせるように、今後頑張っていこうと思っておりますので、最後よろしくお願いいたします。それではね、違う話はこれぐらいにして、早速演奏の方に入りたいと思います。
ありがとうございます。31回目のチャレンジでした。まあなんですかね、まあ昨日よりかは安定した演奏が自分としてはできたのかなと思っております。まあ一番冒頭で話した通りね、なんかいいことがあった時っていうのはの、まあなんですかね、不安とかそういうものがなくなるので、やっぱり集中しやすい、曲に対してもうしっかり、まあなんですかね、集中できるっていう、そういうのがやっぱり人間まだまだそういうね波っていうのがあるので、まあそういう波をですね実際に今後ですね演奏していく、まあ演奏活動もありますからね、自分の、まあそこでそういう波が出ない、常に高いレベルで演奏できるように自分自身も鍛え上げていこうと思っております。はい。でまあ、今後ですね、まあまあ、いろんな曲を演奏するっていうのをなるべくやっていくって、まあ、ずっと言っててなかなか着手できていないんですけれども、まあ今日中にサウンドハウスでいろいろ機材を買い込む予定ですので、まあ、8月の頭ぐらいにはなんとか1曲目ですね、まあ、ポップスとか皆さんがご存知の曲ですね、広く知られている曲をどんどんカバーしていくっていうのも8月ぐらいからはどんどんやっていこうかなと思っております。そして初心者用の講座もこちらも滞ってますので、まあことぶきバンドのライブが終わり次第ですね、いろいろな新しい展開をやっていこうと思いますので、ご期待いただければと思います。そしてことぶきバンドのライブですね、8月1日にあります。ぜひぜひ足を運んでいただけたら嬉しいです。では、まあ、ご挨拶はこれぐらいにして、まあ私の演奏がいいなって思ってくれた方や、まあ、そういう活動いいねって思ってくれた方、ぜひ高評価お願いいたします。そして私、尺八吹いてるよっていう方、まあ、尺八、まあ、一緒に吹きたいっていう方や、まあ、和楽器大好きですっていう方いましたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになりますので、はい。それではですね、また次の動画頑張って作っていこうと思いますので、次の動画でお会いいたしましょう。